Hi, I'm Kristen Philippines and welcome to my channel. Konnichiwa minasan, watashi na channel ni yokoso. Watashi wa Philippine Kristen. Hi everyone, welcome back for another reaction video. And for today, I am watching Female Students Archery Skills Impressed Overseas. This video is from this channel. Dewa sasuku, hajime mashou. 今回は弓道の試合にて弓を引く女性を映した映像から全日本弓道連盟の調査によると現在の競技人口は日本国内に約12万6000人海外でも欧米を中心に競技人口は増加傾向にあるようなのですが中でもドイツは弓と禅や無我と無視などの著書を残したドイツ人作家オイゲン・ヘリゲルの影響もあるのか競技人口は約1100人と日本国外では一番登録者の多い国になっています映像は背景に映る表を見るに大学生が参加する全国大会の模様でしょうか一人の女性選手にスポットを当てた作りになっており打起こしから斬新までの美しい動作が収められています映像を見た外国人からは様々な反応が寄せられていました Wow, very graceful and focus Why is it so high? Oh, and then it goes down once you pull the string. Oh. Beautiful. Release it. Wow. I think it's not easy. Oh, and it's raining. Beautiful archer. Very cute. Oh, wow. She's so beautiful. They have pads here.Wow, love it. I love it. Yo, archery to の違いがすごく興味深い。カナダ。どうして彼女たちは胸当てみたいなものをつけてるの？意識的なものなのか、それとも体を守る防具なの？シンガポール。あの防具をつけるのは女性だけで、胸を守るためなの。弦を引くとその後で鋭く戻ってくるから。今私は日本に交換留学で行ってて、弓道部に入ってるんだ。はい。Archery Club。こんな素敵な体験ができるなんて、本当にラッキーだね。イタリア。Italy。このアーチェリーのスタイルは超絶的に素敵だ。でも打ち方はかなり奇妙にも見える。ロシア。戦うための技術として存在してるわけじゃないからね。もっと形式的なことが求められるんだ。キプロス。戦いにも用いられてるでしょ。日本の騎馬隊たちによって使われてたわけだし。Yes. オランダ。ポーランド。日本は弓を使って猛烈で効果的な戦いをしてきたけど、それは世界的にはあまり知られてないんだよね。おそらくモンゴルの弓矢の方がより効果的だったからだ。弓は確かに美しい。それでも戦闘の武器としては、ものすごく効率的、とは言えないんだよね。アメリカ。Beautiful, 日本ではエリートのための武器だったのも大きい。オランダ。 The arrow is very big.
どうして侍たちは精神を育むためだけじゃなく、効果的とは言えないこの武器を戦場で使ってたんだろう。オランダ。めちゃくちゃかっこいい。アメリカのアーチェリーとは全然違うし、投稿ありがとう、アメリカ。まるでアニメか何かからそのまま飛び出してきたような映像だ。いずれにしても、興味深いスタイルだよね、アメリカ。She's very cute. これは武芸じゃない、芸術そのものなんだ、オーストラリア。ああ、それにしても美しい光景だ、サウジアラビア。日本の弓矢を実際に撃ってるところを見るの初めて。アニメでは見たことあったんだけどね。私もやってみたい、アメリカ。だけんども、なんであんなゆっくりした動きなのよ、アメリカ。前的なスタイルだから。戦場ならできるだけ早く矢をつがえているでしょう、イギリス。ヨガだってゆっくりやるだろう。それと同じような理由だよ、カナダ。日本とインドじゃ違う国だし、その意見は参考にならない、アメリカ。もしあの動きが実戦で取り入れられてたなら、確かに弓を持った兵士は格好のターゲットになっちゃう、ね、でも動画の女性は本当に素敵だよ、フィリピン。侍が弓を使ってたのはよく知られてることじゃん。彼女は単に禅の精神にのっとった弓道を実践してるんだよ。ゆっくりとした動作で弓を引くスタイルだから、アメリカ。ヘイヘイ、男の人が同じことをやってる動画は伸びないのに、女性が映ってると人気動画になっちゃうのはなんでなんだ、投稿者。むしろ、なんで弓道動画には必ずと言っていいくらい、綺麗な日本人女性が映ってるのかこっちが聞きたいよ、カナダ。Beautiful Japanese woman. この芸術は、女性によって行われた方が美しく見えるからだろう。弓道における体の動きは紛れもなく芸術そのものだから。男の人の弓道が芸術的ではない、という意味じゃない、アメリカ。矢を放つたびに、観客は毎回拍手を送るべきなんじゃないの、オーストラリア。動作が遅すぎる。このテクニックは戦場でも使われてたのか、それともこんな遅いのはスポーツの中だけ、トルコ。現代の軍隊でも、身体の動きを記憶させるために、スローな動作で訓練することもあるよ、アイスランド。当然戦場なら動作はもっと速くなる。今ではほとんど使われることがないけど。そして、これは弓道だ。基本動作はゆっくりで、形式を重んじる。Very slow. これは前に僕が教わった知識で、100% 正しいものではないけど、アメリカ。Graceful. Graceful movement. 弓道に姿の彼女、本当に綺麗。Yes. スバル。綺麗なだけじゃなくて、強く、落ち着き、そして高い集中力を備えている。オランダ。And focused. Wow. Wow, thank you so much for this interesting video. I've seen one Japanese archery video before. It was explaining on how to hold the big bow. So when you release the string, it won't shake. And they're not holding the bow in the middle. There's some kind of technique here. And it's difficult, really difficult. Well, anyway,Those girls were so gorgeous. Beautiful Japanese women. First, I thought, why are they holding the bow and arrow that high? But it goes down as you release the string. I also love their uniforms. Beautiful. I have here a little information. Kyudo is the Japanese martial art of archery. Kyudo is based on Kyujutsu art of archery, which originated with the samurai class of feudal Japan.
The bow they use is called a yumi, and the most common one has an asymmetrical shape of more than 2 meters and is characterized by the archer holding the part of the bow below the center to shoot the arrow. Yes, this is some kind of their technique. Well, anyway, another interesting Japanese culture here. Thank you so much to the uploader of the video. And guys, thank you also for watching with me. I'll see you very soon.